おはようございます。現在時刻は7時33分で気温は 24.5 度です。で、現在はね、福井県の悠々パーク福之井さんの方でね、一晩ゆっくりさせてもらって夜を明かしたんですけども、すごく静かでゆっくり休むことができました。よいしょよいしょ。でね、今朝はすごくいい天気ですね。空もね、梅雨真っ盛りだというのに晴れ渡ってます。で、これからね、僕が、初めてね、足を踏み入れる石川県の方をね、ぐるっと一周回らせてもらおうと思うんですけども、石川県ってね、めちゃくちゃ縦長でからすごく広いんですよね。ですのでね、ちょっと移動距離なんかもね、結構大変なことになるんですけども、とりあえずね、まだね、朝早いですし、空いてない場所なんかもね、たくさんあるんで、まずはね、加賀市中央公園の方に行ってね、公園の中でね、朝ごはんちょっとゆっくりいただきたいなというふうに思います。はい。で、ちなみにね、車で行ったら46分ぐらいで行けるそうです。ということでね、行ってみましょう。石川県旅出発です。はい、福之井さん、車中泊させていただきありがとうございました。ということで、ね、石川県に向かって移動してるんですけども、今回ね、特に金額縛りっていうのはね、設けないでおこうと思います。というのがね、僕も人生初の石川県なのに、ケチケチしすぎてね、楽しめなかったら、本末転倒なんで、今回はね、大きくではないんですけども、楽しめる範囲でね、お金を使ってね、旅の方をね、していきたいなというふうに思います。はい。よし、ということでね、ここからね、石川県です。せーの。はい、石川県にね、入りました。よーし。人生初石川県です。工場しか見えませんね。はい。ちなみにね、目的地の公園までは、あと9キロほどです。はい、こちらはね、加賀市中央公園ですね。こちらの方にはね、おとぎの国って言ってね、かなりメルヘンな場所がね、あるそうなんで、僕もね、ちょっとね、子供心に帰っておとぎの国の方をね、楽しみたいと思います。わー、いい公園。いや、なんか銅像がありますね。山、多分ウォルトディズニーですね。うっかり僕はね、ディズニーランドに来てしまったみたいですね。お、こちらですね。よし、おとぎの国にね、到着です。行ってみましょう。お、象がお出迎え、すごいな。石川県はね、兼六園があって、そちらね、すごい有名な公園なんですけども、僕はね、こっちの方が暑いですね。うわすごい鬼、鬼ヶ島かなんかかな。で、実はね、ここ最近整備されたばかりらしくてから、昔はね、人魚姫とか桃太郎とかいろいろあったらしいんですけども、その辺なくなってますね。僕の情報がね、ちょっと古かったみたいです。仕方がない。ですんでね、ちょっとミステリーチックな感じはなくなってますね。仕方がない。よし。じゃあね、おとぎの国の真ん中でね、ちょっとご飯させてもらいましょう。で、今朝の朝食はね、こちらですね。昨晩買ってたサラダです。おとぎの国でね、草を決める作戦ですね。合法的な草です。ということで、ね、いただきましょう。いただきます。おお、これはいい草ですね。効いてくるのが分かります。極上の草です。これはいい。うん、野菜がね、シャキシャキしててもう決まりまくりです。おお、はい、ということで、ね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。よし、ということでね、子供のいない公園でね、草を決めてね、満腹になったんで、まずはね、車に戻ってちょっとね、次の場所に移動したいと思います。よしよし、ということでね、車に持ってきたんで、次の場所にね、移動しようと思うんですけども、お次はこちらですね。ハニベ岩窟院です。なんかね、すっごいでっかい大仏様の肩から上の像が置かれてて、これ以外にもね、なんかいろいろとすごいものがね、あるみたいなんで、今からね、ハニベ岩窟院の方に移動してみたいというふうに思います。はい、行きましょう。よし、ガソリンがね、もうないんで、ここでね、入れさせてもらいましょう。よいしょ。よいしょ。レギュラー満タン。
30リッター入りました。はい、30リッターで4800円でした。で今ね420キロぐらい走ってるんでリッター14キロですね。結構燃費いいです。 OK、 よし行きましょう。でね、今回の石川県旅行に関してなんですけども、実は石川県はあの豪雪地帯なんでね、冬に来たら雪をたくさん楽しめる場所ではあるんですよね。なんですけどもね、調べてみたら車中泊できる場所っていうのはね少ないんですよね。で逆にね、あの夏場なんかにね電気を使って車中泊できるっていう場所はねすごく多かったりしたんで、今回この時期にね石川県に来させてもらったという格好です。はい、ここかな。おー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 おお、わあすごいな。はい、よし到着。よし、ということで、ね、こちらはねハニベ岩窟院さんですね。で、入場料もね800円なんで、あちらの方でね受付をして、撮影はね OK 許可いただいてるんで、早速ね中の方に入ってね観光の方をしてみたいというふうに思います。はい、行きましょう。おはようございます。大人一枚お願いします。はい、どうも、順路図いただきました。ということでね、行ってみようと思うんですけども、本当に大きいな、これは。頭だけで言ったらね、日本最大級じゃないですかね、これだったら。鬼も遊ぶブッダの里、究極の地獄巡り。ここは地獄か、はたまた極楽か。頭だけでね、15メートルあるらしいです。で、こういったものにね、興味がない方は多いと思うんですけども、男の子はね、こういった巨大なものにはね、すごくワクワクします。上がってね、近くの方に行くことはできないみたいです。残念。中に入る前にね、外にねちょっといろいろあるんで、まず外から見ていきましょう。よし、じゃあね潜入してみましょう。おお、錠剤清めときましょう。ねこちらに書いてありますね。めちゃくちゃ簡単に言うと、この大仏様を作った方は落盤でね亡くなったみたいで、その人の悲願が33メートルの大仏様を作るっていう悲願があったんで、こちらの方にね錠剤を入れてくれとのことでした。なるほど、了解。じゃあねちょっと蹴散らずに入れておきます。できますように。すごいな、ちっちゃいお地蔵様がたくさんある。子供の供養のところかな。あ、まだまだあったんだ。なんか行き止まりだなと思ったら、ここからぐるっとこっち回っていくみたいです。行きましょう。僕まだ一番にも行ってませんでした。おー、馬。わー、こちらにも大仏様。ああ、この上なんだ。結構登ってきました。おー、なんかいろいろある。観音様、桃太郎。ここですね、洞窟は。わあ、こっちを通ってきてますね。おお、わ、あのね、中めちゃめちゃ気持ちがいいです。涼しい。あ、ライト持ってくればよかったかな。あら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 、目が離せませんね。おや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 。で、こっから先が地獄巡り、ゴツですね。シーマンみたいなのがいます。閻魔大王。はい、で、お釈迦様ですね。大仏様とね、お釈迦様の違いって何でしたかね。僕ちょっとよく分からなくなっちゃいました。で、この先にね、日本一大涅槃像でいいのかな、があるそうなので、行ってみましょう。よいしょ。下り坂に、ね、なりました。滑らないように気をつけましょう。あや、ここは登ってきた場所ですね。こっちの自然公園涅槃の方だったのかな。僕ね、日本一の涅槃像をちょっとどっかで見落としてきたみたいです。残念。でもね、ちょっともうこの坂をね登る元気がないんで、もうね諦めておきたいと思います。はい、ということで、ね、ハニベ岩窟院さんの方ね見てきました。あのね、地獄巡りがね、想像以上に本格的だからすごい面白かったです。でね、洞窟もね、すごい涼しくて気持ちよかったんですけども、登り坂がね、ちょっと大変でした。はい、オッケーオッケー。いいもの見れた。よし、ということで、ね、車に持ってきたんですけども、そうこうしたらね、もう11時半なんですよね。で、お昼が近いんでね、食べ物のお店に行こうと思うんですけども、石川県にはね、こちらの近衛町市場っていうお店があって、こちらがね、
すごくね、美味しそうな食べ物をたくさん売ってるお店ではありますんで、こちらの方に行って食道楽をね、ちょっとねして楽しみたいなというふうに思います。はい、よし、ということでね、近衛町の方に向かって出発です。はい、26キロでね、45分のんびり行きましょう。よし、で、ここがね、専用駐車場ですね。この車はね、2メートルないんで、ここ入れます。はい、到着です。よし、よし、ということでね、ちょっと行ってみましょう。で、今回はね、金額縛りはしないんで、美味しそうなものがあったらね、買ってね、いただきたいと思います。よし、はあはあはあ、なるほど、ここが入り口ですね。 OK OK OK、 行ってみましょう。あのね、めちゃめちゃ通りがあってから歩きまくれるようになってますね。しかもね、食べ物屋さんも相当多いみたいです。よし、ということでね、ちょっと行ってみましょう。おお、この辺はね、市場街みたいになってますね。とりあえずね、めちゃくちゃ広いですね、これ。商店街の集合体です。なんかね、市場と商店街がめちゃくちゃ合わさったような場所ですね、ここ。岩牡蠣はね、美味しそうなのがあってね、一ついただきましょう。これ一つください。今ね、剥いてくれてます。はい、すいません。いただきます。めちゃくちゃ大きいです、これ。え、こんなに大きいんだ。でか。でね、ポン酢とかね、レモンをかけて食べるのが美味しいらしいんで、僕はね、ポン酢派なんで、ポン酢でいただきます。おー、いただきます。いただきます。美味しい。あのね、一口でいただいてしまいました。あー、美味しかった。はい、ごちそうさまでした。あのね、うなぎ屋さんかと思ったら、土壌のかば焼きもあってね、1本120円で売られてるんでね、こちらちょっとね、購入して食べさせていただければと思います。1本ください。はい、すいません、1本ね、買いました。ここでね、もういただきましょう。いただきます。うーん、美味しい。土壌ね、生まれて初めて食べました。美味しいです。はい、あのね、天ぷら屋さんがありました。白エビの天ぷら。フグの串を一つください。はい、はい、300円です。1000円からお預かり。はい、どうも。よし、じゃあフグ食べましょう。いただきます。あ、美味しい。うわ、失敗したな、これは。フグ2本とね、エビの分買えばよかったです。うん、ケチらんかったらよかった、これは。よし、ごちそうさまでした。はい、ね、こちらね、お惣菜屋さんがあったんですけども、今日ね、海鮮巻きが500円とのことでね、すごく美味しそうなんでね、一つね、いただきたいと思います。一つください。はい、どうもありがとうございます。いいの買えた。よーし、ちょっと通路外れたらね、なんだろう、日陰ポイントがあったんでね、こちらでね、いただきましょう。よいしょ、美味しそう。いただきます。いただきます。うん、美味しい。具沢山のにね、4個で500円は激安です。めちゃめちゃ美味しいです。よし、ということで、ね、美味しかったです。ごちそうさまでした。よーし、お腹膨れましたね、結構。どうしようかな。でもね、あの、最後にね、デザートがちょっと欲しいんでね、もう少しで、ね、なんかちょっとうろうろしてみたいと思います。はい、あのね、青果屋さんがあったんですけども、こちらにね、金沢スイカのカットフルーツがあったんでね、こちらをね、ちょっと1個いただいてね、デザートにさせてもらいたいと思います。はい、ちなみにね、ワンカップ200円です。すいません。おい、スイカね。はい、ありがとうございます。もらいました。ちょっとね、立ち食いさせてもらいましょう。美味しそう。金沢スイカ。パイナップルとね、チェリー付きです。いただきまーす。うん、美味しい。みずみずしい。はい、完食です。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、あのね、金沢のね、牛肉をね、調理して提供してくれるお店がありました。メニューはね、鉄火巻きとか、軍艦もあるんですけども、牛串がありますんでね、牛串をね、一本ね、いただいてみたいと思います。串焼き、よっしゃ、来ました。すごいのが来ました。うわー、早速ね、いただきましょう。いただきます。うわー、めちゃくちゃジューシ
美味しい。でもね、ちょっとしょっぱい。塩辛いな。お肉ね、めちゃめちゃ良くて美味しかったです。大満足。よし、はい、堪能しました。楽しかったです。ということで、ね、ちょっと車に戻りましょう。よし、戻ってきました。はい、ということでね、車の方に戻ってきました。で、現在の時刻はね、もう2時半ですね。で、またね、移動しようと思うんですけども、お次はね、僕が個人的に好きなからくり人形の方をね、ちょっと見に行ってみたいなというふうに思います。で、行く場所は王のからくり記念館で、入場料ね、500円で見れるとのことで、23分ぐらいで着くそうなんで、今からね、ちょっと張り切ってね、行ってみたいと思います。はい、じゃあね、行きましょう。よいしょ。400円。はい、2時間以内はね、400円でした。それにしてもね、近衛町市場良かったですね。あそこに行ったらね、石川県の美味しいものが大体全部揃ってたんで、観光に来られる方はね、もうあそこを目指して行ったら間違いないんじゃないかと思います。で、ちなみにね、あちらでたくさん魚とかカニとか売られたんですけども、買わなかった理由としまして、量が多かったんですよね。のどぐろなんかでもね、こんな分が1匹で売られてたらね、買いたかったんですけども、2匹とかね、3匹からだったんで、ちょっとね、どうしても食べきれないと思ったんで、今回はね、ちょっと買うのを見送らせていただきました。はい、よいしょ。はい、到着です。はい、こちらはね、王のからくり記念館ですね。中の撮影はね、館長さんの許可が必要とのことで、確認してみたら、からくり人形が動いてるところの撮影は過去にちょっとね、トラブルがあったらしくて、それは NG だと。でも止まってるからくり人形を撮るのはいいよというお話だったんで、今からね、からくり人形の方ね、見てみたいというふうに思います。はい、じゃあ大人一人。はい、どうもありがとうございます。はい、いいのもらいました。僕ね、こういうの本当大好きなんでね、ちょっとゆっくり見させてもらいたいと思います。とりあえずね、内部もね、撮影 NG な場所があるようなんで、そこはね、撮影しないようにします。ここはね、王の弁吉のからくり記念館ですね。からくり人形のね、現図があります。これね、鯉の先のぼりです。僕見たことないんですよね、これ。品玉人形、これね、物が入れ替わるやつですね。小敵児童、笛を吹いてね、太鼓を叩くやつです。うわー、こういうの大好き。武田からくり芝居と浄瑠璃っていうのがあります。レバーがあって引いたらね、ガブッと動くやつです。舞台からくり、これはね、多分撮影しちゃダメなやつだと思うんで、僕だけね、楽しみたいと思います。この辺もね、からくり人形だらけです。わー、覗きからくりっていうものがあります。これ初めて見るな。覗いてね、楽しんでいきたいと思います。サイフリ人形、紐引っ張ったら動くみたいです。あ、足。おお、よーし、しっかりね、楽しみました。これお賽銭入れたら動くのかな。入れてみましょう。動きませんでしたよし、楽しかったです。あのね、からくり人形博物館でね、相当現存する数が少ないんで、あったらね、見に行くようにしてるんですけども、こちらのね、博物館はもう細かくてね、丁寧ですごい分かりやすかったです。よし、じゃあね、お次はね、また移動しようと思うんですけども、次はね、もう宿泊予定地の RV パークの方にね、向かおうかなというふうに思ってるんですよね。なんですけども、その最中にね、この海沿いの方にね、有名な千里浜でいいのかな、霧浜かなっていう砂浜があって、そこがね、車でね、ずーっと走っていける場所があるんで、今からね、その千里浜をずーっと車で爆走して、それからね、RV パークの方に行ってみたいなというふうに思います。はい、よし、こちらですね。とりあえずね、入り口まで移動しましょう。33キロぐらいあって30分ぐらいかかるらしいです。よし、行きましょう。はい、海辺の方までね、やってきました。ね、もうその辺も入ってますね。へえ、どこでも車入っていけるの、これって。もしかしたらなんか出入りができる場所って一箇所だけじゃないんですね、これは。今浜の出口を出ます。
千里浜渚ドライブウェイ。今ね見たんですけども通行可能になってました。なんかね通行不可能の日もあってから、年のうちのね3分の1ぐらいしかね走行可能じゃないみたいです。だからね冬に来たら絶対走れないみたいです。よし、この先ですね。よっこいしょー。おーすごい、すごー、バンバンにね砂が閉まってますここ。へー、ちょっと降りてみよう。適当に止めます。わーすごい。あのね下ね本当にバンバン見てからね全然足が沈んでいきません。ほう、でもねついにねここまでね7枚の K を連れてきてやることができました。嬉しいです。いっぺんね走ってみたかったんで、これは嬉しい。まさかね農家さんの元でお米を運んでた車がねこんな風に使われるとはこの子もね思ってなかったと思います。わー、よし。でねこの道はねあと6キロぐらい走れるみたいなんで、ねまっすぐね海をね眺めながらドライブの方ね楽しみたいと思います。行きましょう。あのね漂着物がすごい少ないです。めちゃくちゃね海岸綺麗です。で海の家なんかもね結構あるみたいです。おお、すごい、ここなんかハマりそう。はい、この辺までですね、千里浜渚ドライブウェイのここがね終点です。おー、しっかり堪能しました。なんだろう、千里浜サンドアート、サンドアートがねあります。へー、よし、ということでねドライブウェイも楽しんだんで今度はね宿泊予定地の、RV パークの方に向かいましょう。道の駅能登の千里浜さんですね。はい、はい、ということで到着です。道の駅能登の千里浜ですね。ここはね道の駅なんですけども、アラビパークもねやってる場所なんで、そうですね、行ってからねチェックインしてみましょう。よいしょ、はい、よし、ちょっとね受付行ってきます。よし、あのねチェックイン完了です。間に合いました。6時までだったんでね、あと20分ぐらいしかなかったです。で僕ね今晩食べるの何も用意できないんでね、こちらでおかずなりそうなものがあったらね購入させていただいて車の方でね調理してみたいんですけども、これいいですね。道の駅で大ブーム、能登鶏鍋ジャン、鶏肉とね白菜と卵だけでできるみたいです。で締めにはうどんがおすすめ。なるほど、じゃあねこれを購入して他の店でね白菜と鶏肉と卵を買ってくればね完璧ですね。お、これにしよう。あ、こっちか。え、どっちがおすすめなんだろう。多分ですけどもね、ジャンの方はポリスキっぽい味になるような気がするんで味噌にしましょう。 OK。 あとねお土産なんかもねちょっと買っておきましょう。卵ねここに売られてますね。ここで卵を購入させてもらいましょう。あとはね鶏肉と白菜、はい、すいません。よし、はい、ということで、ね、買ってきました。 OK。でアルビパークのね場所は教えてもらったんで、ちょっとねまず先に行ってみようと思うんですけども、こちらの屋でですね、ここのね RV1 っていうところにね止めてくれというふうに言われました。電源付きで2200円です。安いで、それとは別にねここにねタイヤシャワーっていうのがあって、何かなと思ったらね砂浜走った後にねこうねボディの裏についた砂を洗い流すためのシャワーらしくて、これはね無料とのことなんで、ちょっとね利用させていただきましょう。これ頭からでもお尻からでもいいらしいです。こうやって乗り込んで止めて、これですね、このねスタートボタンを押せばね始まるらしいんで、ちょっとね表してもらいましょう。いきますよ、せーの、おおすごい、砂をね洗い流してくれてます。これはありがたい。おお、面白、はい、1分経ちました、止まりました。当然、ね、これでね綺麗になったんで、今度はね、まずは買い物に行って、あとねお風呂にも入らなきゃいけないんで、その辺のね段取りしておきたいと思います。はい、ということで、ね、近くのスーパーに行きましょう。無料洗車感謝します。よいしょ、
はい、到着です。足立さんですね。お買い物ね、ちょっと行ってきたいと思います。行ってきます。よし、しっかりね、買ってきました。よっしゃ。よし、はい、到着です。はい、到着です。よし、行きましょう。ユーフォリア千里浜さんです。もうね、中は映しません。とりあえずね、行って入浴ね、楽しんでいきたいと思います。行きます。大人入浴460円。よし、はい、よし、じゃあね、行ってきます。よし、はい、気持ちよかった。よし、よし、ということで、ね、お風呂入ってね、さっぱりしたんでアルプパークの方にね、戻りたいと思います。よし、行きましょう。はい、ただいま。よっしゃ、水平出しましょう。あ、かなり水平ですね、これ。あー、なるほどなるほど、わかりました。左後ろだけね、一段だけ上げときます。よし、大体 OK ですね。じゃあね、ちょっと片付けて車内にこもりたいと思います。で、今夜はね、せっかく電源スタートに来てるんで、エアコンをね、つけてみましょう。よいしょ、よし、こうで OK ですね。で、コード類もね、 OK です。 OK。 今夜はね、道の駅でこの鶏鍋味噌っていうのをね、買ったんで、これらの食材でね、石川県のね、有名な鶏鍋の方をね、作っていただきたいというふうに思います。はい、鶏味噌鍋ですね。で、まずはね、鶏肉鍋を置いて、この中に豆乳、よし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 、 OK で、点火なんですけども、窓を開けます。 OK、 これぐらい蓋をしといて、ね、白菜をカットしようと思うんですけども、まな板忘れたんでね、この上で切ります。よいしょ、よいしょ、 OK OK。 白菜根っこの部分入れて、水 200cc ぐらい、よし、よし、一遍火を止めて、で、ここにね、味噌入れていきましょう。よいしょ、よいしょ、味チェック。あー、なるほど、後で調整できるからね、このくらいの味から作っていきましょう。で、揚げもね、もう全部入れて、蓋をして再加熱。よし、そろそろいいかな。じゃあ、ちょっと最後にね、味を整えましょう。よいしょ、うん、いいでしょう。オッケー、よし、ということでね、鶏鍋いただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は、うん、美味しいです。普通に美味しいお鍋ですね。うん、野菜もよく煮えてて、スープも美味しいです。鶏鍋の素って言ったらね、もっと有名なものがあるんですけども、こちらはね、それをかなり高級にしたような感じのものですね。どっちかというとね、こんな言い方したらちょっとあれかもしれないけども、味噌味の焼き鳥のタイのお鍋みたいな感じです。はい、それぐらい美味しいです。よし、ということでね、大人の時間始めましょう。あー、たまりません。で、鶏鍋ってね、実は冬の食べ物なんで、夏には作らないんですけども、今回はね、エアコンつけながら食べれるんで、お鍋にしたという格好です。はい、ですんでね、めちゃめちゃ快適で美味しいです。まあ、こういったね、使い方するもんじゃないんですけどもね、エアコンっていうのは。よし、ということで、ちょっとね、しばらくね、食べてみながらね、ゆっくり過ごしたいと思います。ね、だいぶ減ってきたんで、この辺でね、うどんを入れようと思うんですけども、一玉はね、ちょっと食べきれないんで、半玉にします。こうですね、締めのうどんっていうやつです。よし、煮えてきたんでね、ここにね、今日卵買ったんですけども、それ以前にね、家から持ってきた卵が1個あるんで、こちらをね、入れてね、卵とじにね、しましょう。よいしょ、 OK、 よいしょ、よっしゃ、こんな感じで OK。 もうね、これでいきましょう。親子丼鍋みたいになった、美味しそう。じゃあね、猫舌なんでね、夫婦しながらゆっくりいただきたいと思います。鶏鍋ね、
卵入れたら美味しさ倍増しました。さすが鳥ですね。親子鍋ですね。卵とうどん入れるのおすすめです。はいはい、ということでね、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。でもうね、いい時間なんでそろそろ休もうと思うんですけども、寝る前にね、お手洗いだけ行ってきましょう。よし、行ってきます。よし、じゃあね、休む前に片付けしておきましょう。よし、片付け終了です。で、今日はね、もう遅いんで、もうね、そろそろ休もうと思うんですけども、とりあえずね、石川県はこんなに広いんですけども、現在ね、やっと真ん中あたりまでね、登ってきました。で、たくさんのね、場所を回ったんですけども、場所ごとのね、移動時間が30分単位でね、かかるっていうのがね、すごくね、大変でした。で、明日はね、もう一番北の方までね、行こうと思うんですけども、またね、観光スポットたくさんあるんでね、明日の旅をね、すごくね、楽しみにしてます。で、エアコンなんですけどもね、どうしましょうかね。窓をね、がっつり開けて寝たら、涼しいことは涼しいんですけどもね、とりあえずエアコン回して寝てから、寒かったらね、切りたいと思います。はい。よし、じゃあね、今日も休みます。おはようございます。おはようございます。現在の時刻は7時32分で、車内の気温は 21.3 度です。車内はね、涼しくてすごくゆっくり眠れたんですけども、ちょいちょい寒くてね、エアコンのオンオフを繰り返しました。で、朝なんでね、朝ごはん作って食べようかと思ったんですけども、言うほどお腹空いてないんで、今朝はね、朝食抜きましょう。で、今日はね、北の方を目指そうと思うんですけども、今いる場所はね、白衣市っていう場所なんですよね。で、このね、白衣市は実は UFO の街で、 UFO の目撃情報なんかも多いんですけども、こちらにはね、この宇宙にちなんだ宇宙科学博物館っていうのがね、あって、本物ね、ロケットなんかも見れたりするんですけども、こちらがね、朝の8時半から開くとのことでね、あと1時間ぐらいで開くんでね、もうね、今からパッと片付けをして出発できる準備をして、コスモアイル白衣の方にね、行ってみたいと思います。はい、片付けて準備しましょう。よし、熱っ。で、エアコンから出たね、ドレンの水の量なんですけども、一晩でね、これぐらいでした。 500cc ぐらいですね。はい、よし、ということで、ね、出発できる準備できたんですけども、こちらはね、車中泊税に嬉しいゴミをね、捨ててもらえる場所だったんで、出発前にね、このゴミだけ捨ててもらいましょう。家庭ゴミじゃなくて車中泊ゴミで、で、分別は必要なんでね、缶、よし、ありがたい。よし、じゃあね、行きましょう。はい、道の駅のとちりはまさん、車中泊させていただきありがとうございました。あのね、施設すごい綺麗でね、すごく快適に車中泊することができました。ただしね、道路沿いで夜遅くまでね、車が走ったりしたんで、気になる人にはね、結構気になる場所じゃないかなというふうに思いました。はい、よし、こちらですね。すごい、ロケットがある。第一駐車場こっち。はい、到着です。よし、ということで、ね、コスモアイル白衣さんにね、到着ですね。ロケットもあって素晴らしいです。すごいな。で、白衣市はね、 UFO の街として知られてる場所でから、 UFO の目撃情報なんかも多かったんで、こんな感じのね、施設まで作っちゃったというね、日本一とんでもないね、市です。はい、で、中にはね、いろんなものが展示されてるみたいなんですけども、もうね、8時半回ってるんで、空いてるはずなんでね、早速行ってからね、観光の方をね、楽しませてもらいたいと思います。行きましょう。宇宙科学展示室とコスモシアターがあるみたい。2つ合わせて900円。時間的な余裕があったらね、両方とも見ましょう。おー、すごっ。お土産コーナーもあるけども、お土産はね、後にしましょう。館内の撮影で OK でしたっけ。大丈夫ですよ。ありがとうございます。あ、了解です。展示室のみにさせてもらいました。ちょっと時間的にね、余裕がなかったんで、今日はね、展示室のみにさせてもらいます。ありがとうございます。で、展示室は2階で階段で上がれるらしいんですけども、エレベーターにはね、なんか仕掛けがあるらしいんで、エレベーターでね、上がらせてもらいましょう。こちらですね、 UFO の街です。
乗ったら宇宙人にさらわれたりしませんよね。2階、はい、なんだろう、おおーすごっ、おおっ電気が消えるスタイル斬新で、こちらですね、宇宙科学展示室、あのね、写真も動画も撮影 OK なんですけども、飲食は禁止とのことです。はい、よし、じゃあね、早速ね、ちょっと見に行ってみましょう。よし、行きましょう。バーを持って、よし、 OK。 すごい、これアポロかなんかの先っちょでしょう。マーキュリー計画の宇宙船ですね。おーここまで見えるんだ、すごすごい狭い。わー、だからこの状態で宇宙に飛んでって地球の周りを3周して、で最後にこういった格好で地球にね降りてきたやつですね。すごい、これは多分ね、サイヤ人が地球にやってきた時のポートですね。あ、違いました、あのボストークカプセルでした。ちなみにね、これは実物とのことです。わー、いくつかのねものはレプリカらしいんですけども、すごいです。男の子はね、もうワクワクが止まらないやつですよ、これ。アポロ計画のね、アポロ司令船だそうです。で、アポロ計画は、月に降り立つ着陸船と、上空で待機する司令船があって、こちらがね、司令船の方ですね。真ん中に、多分隊長がおって、左右にね、月面着陸した人が乗るスペースだったんじゃないかと思います。で、こちらは、アメリカの有人宇宙探査艇だったんですけども、そのねライバルとしてのソビエトは無人の偵察艇で、月面に降りたら地球からの電波で11ヶ月間ぐらいね動いて土の石とかを持って帰ったそうです。すごい。でここから先はね UFO エリアですね。 UFO のね目撃情報とかいろいろあるんですけども、ここではねビデオも見れるみたいなので、ちょっと見てみたいと思います。お、オレゴン州マクニビューで撮影された有名な写真を紹介。ああ、宇宙ね、僕大好きなんですよね。ムーとかよく読んでました。あれね、めちゃくちゃワクワクするんで、毎月お小遣いで買って読んでました。すごい。あ、これはね、ロズウェル事件の宇宙人らしいです。あのね、ロズウェル事件はね、アメリカのロズウェルっていう町にね、UFO が落ちたんですけども、それをね、軍隊が全部かさらってたっていう話なんですよね。でそんなバカなっていうふうに言ってたら、それから30年後にね、宇宙人を解剖しているビデオっていうのがね公開されてから、当時ね大問題になったやつです。でこんな感じだったというんですけども、なんかだいぶ人間っぽいですね。宇宙人とはもしかしたらね進化した我々の姿なのかもしれません。あ、ムーがある、ムー読み放題です、ここ。よし、じゃあね、しっかり勉強できたんで、ちょっとね時間も時間なんでね、そろそろこちらをね離れたいと思います。あー楽しかった。最近ね CG が進化したから UFO のね番組しなくなったんですけども、またねテレビで UFO 特番やってほしいですね。よし、でねこちらがねお土産コーナーですね。あの、せっかくなんでねお土産いろいろちょっと買わせてもらいましょう。九谷焼のね箸置きガチャとかってのがあります。これはちょっと欲しいな。一回800円ですけどもね、これは熱い。よし、あのね九谷焼のねガチャガチャ回しましょう。今ねこれコインをね800円で買ってきました。専用コインです。あのね、九谷焼屋はね、こちらの石川県のね、焼き物なんでね、何が出るかな、どれが出てもいいな。よっと。お、ロケット、青色のロケット、Q って書かれてる。よーし、いいものゲットです。本当は UFO 良かったです。で、あとね、ガチャつながりなんですけども、実はね、千里浜の砂で作ったマグネットというのもね、売られてたんですよね。で、昨日ね、回そうかと思ったら、ちょっと忘れてね、出てきちゃったんで、で、こちらもね、ちょっとやっときたかったんで、回させてもらいましょう。全6種類らしいです。どれが出るかな。せーの、マグネットの星です。 UFO が良かった。でもね、いいのゲットです。でね、あとちょっとこちらも見させてもらいましょう。素晴らしいニット帽がありました。ニット帽マニアの僕としてはね、これはちょっと欲しいところですね。悪くない。え、これ800円だったら買いですね。1200円がね800円です。ゲットですね。ですね、このデザインのね T シャツ買わせてもらいましょう。これ欲しい、 L サイズ。あとね、お土産ですね。お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。
よし、しっかりね、お土産買いました。よし、ということでね、いい勉強できました。大満足です。 OK。 よし、ということでね、次の場所に移動しようと思うんですけども、現在時刻はね、10時で、朝ごはん食べてなくてお腹空いてるんですよね。ですんで、道の駅能登食材市場というところにね、行ってみたいと思います。ちなみにこちらはね、道の駅なのに、もう本当にね、でかい市場のような道の駅なんで、ここでね、ちょっと朝ごはんと昼ごはんをね、兼ねた食事の方させていただきたいなというふうに思います。はい、ということでね、行きましょう。はい、こちらですね。よし、到着です。じゃあね、行きましょう。道の駅能登食材市場さんですね。ちなみにね、現在の時刻は11時ちょうどぐらいです。でもね、お腹も空いてるんで、こちらでね、ご飯をいただいて、あとね、中でね、お買い物の方もね、楽しませていただけたと思います。中はね、市場ですね。すごい。おお、一夜干しとかね、いろいろ売られてます。これ1個単位で買えますね。ああ、いいな。土日限定のね、海鮮丼売られてます。美味しそう。いいな。あのね、からいりのカニが売られてます。身と卵とね、味噌が入ってるそうです。美味しそう。いろんなね、お店があります。あのね、めちゃくちゃ美味しそうで、ね、こうやってね、なんかおかずになりそうなものが多いなと思ったら、レンチンご飯もね、売られてます。面白い。この奥はね、飲食店街ですね。浜焼き屋さんとかバーベキューもできるみたい。のどぐろも入ってるんだ、この中に。のどぐろね、1匹で2300円ぐらいしてたんでね、これ逆に安いんじゃないかな。あのね、遊覧船があるみたいで、今から出るそうなんでね、ちょっとね、お腹空いてるんですけども、先にね、遊覧船乗せてもらいましょう。楽しそう。すいません、行けますか。行きますか。はい、新商品があります。ね、ペイペイで払ったらね、 10% 引きになるみたいなんで、1500円。はい、ありがとうございます。自分で大丈夫ですよ。はい、よっしゃ、よし、 OK。 よし、もうね、出港です。この船でね、能登湾になるのかな。ここをね、ぐるっと25分かけてね、一周してくれるみたいです。あ、浜辺のね、餌やり用のエサさんが。ありがとうございます。おー、バイバイ。おー、すごいすごいすごい。カッパエビセンもらいに来てます。餌やり OK なんでね、餌あげましょう。カッパエビセン、ちょっとね、ドキドキします。あ、美味しい。もう一本も食べましょう。美味しい。いくよ。よっ、すごい。待ってる、ホバリングして。よっ。いくよ。よっ、すごいな。最後の1個、よっ。トンビ取られた。楽しい。あそこに見えるのはね、石川県で一番長い橋らしいです。後で行ってみたいな、あの橋。よいしょ。はい、どうも。あー、楽しかった。でもね、お腹空いたんでね、そろそろご飯にしましょう。あのね、おしセットね、すごい美味しそうなのがあったんで、こちらいただきましょう。あ、これにさせてもらいます。せっかくね、ここまで来たんでね、お寿司にさせていただきました。あの、のどぐろのね、炙りも入ってるんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、いいの買いました。あのね、この奥のね、フードコートで食べれるんで、あちらでね、いただきたいと思います。こちらでね、いただきましょう。おお、めちゃめちゃ美味しそう。赤身、中トロ、大トロ、卵、のどぐろ、貝、ウニ、イクラですね。美味しそう。マグロ尽くし。朝ごはんも抜いてたんでね、早速いただきたいと思います。いただきます。マグロ、出してお味は。うん、美味しい。ネタが新鮮。中トロ、うん、美味しい。どれもね、美味しいですね。で、僕はね、のどぐろをね、食べたことがないんで、こちらをね、いただきましょう。いただきます。わー、あのね、のどぐろめちゃくちゃ美味しいんですね。なんだろう、
風味のいい魚、あ、これは美味しいわ。ノドグロってね、他のお魚と比べてズバ抜けて高いんですけども、高い理由分かりました。よし、ということで、ね、あとはね、ちょっとゆっくりいただきたいと思います。ウニ、大トロ、はい、ということで、ね、完食です。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。ネタもね、すごく美味しかったんですけども、ポイントがね、10% 返ってきたんで、お得感がね、半端なかったです。はい、ということでね、食材とかお土産をね、買いにね、行きたいと思います。よし、こちらもね、いただきましょう。これ3個で1000円なんでね、ホタテ、カニ、カニにしましょう。 OK、 はい、お願いします。はい、ではこちら1000円になります。こちら、ちょうどお預かりします。はい、はい、どうも、ありがとうございます。あとね、これいいですね、マダラの一夜干しで能登さんなんですけども、釜があったんでね、こちらをね、いただくことにしましょう。はい、はい、はい、ありがとうございます。いいものがね、買えました。よし、ご飯もね、美味しかったんで大満足です。よし、ということで、ね、次また移動しましょう。お次はね、今いるところのね、ほど近い場所にある和倉昭和博物館とおもちゃ館というところですね。こちらね、なかなか暑い場所でから11分ぐらいで行けるんでね、こちらの方にね、向かって観光をね、楽しみたいと思います。行きましょう。よし、お、こちらですね。オッケー、はい、到着です。はい、ということでね、こちらがね、昭和博物館とおもちゃ館さんですね。昭和グッズとね、おもちゃがね、たくさん見れる場所なんで、ね、ちょっとね、行って観光の方をね、楽しんでいきたいと思います。よし、行きましょう。はい、ということでね、入館しました。600円でした。で、中はね、撮影 OK なんでね、ゆっくりちょっとね、見させてもらいたいと思います。オートサンディ、お触り NG ですね。中はね、昭和の街みたいになってます。昭和って言ってもね、僕らの知ってる昭和じゃなくて、もっと古い昭和ですね。今日も元気だ、タバコがうまいのね、時期の分ですね、これは。なるほど、展示物をね、お店単位で分けてるんだ。だからここはね、カメラ屋さんです。いろんなね、フィルムカメラがてんこ盛りです。8ミリフィルム、親戚のね、お茶の家にありました。うちは昭和の定食屋さんですね。わー、お触り NG ですけども、すごく状態がいいですね、どれも。おー、すごい。よし、2階にもね、行きましょう。2階はね、おもちゃ館とのことです。あ、ブリキのね、銃とか電話とかですね。この辺のものね、揃えるだけでも大変なんでね、すごいな。お、ままごとセットですね。あー、でね、これ僕欲しかったんですよね、今でも欲しいです。お、で、一気にね、時代が進んで、トミカとかマジンガー Z がありますね。この辺ぐらいからね、僕も狙いです。あ、分かります、分かります、こんな時代です。あのね、こういうのもね、やったような記憶があります。よーし、堪能しました。ん、ここは、あ、ここにあるものはね、売られてるみたいです。おー、このペコちゃんのところもね、売り物です。7000円、5000円、5000円。これいいですね。中食器なんですけども、古いデザインの朝日ビールの中食器です。いいサイズでね、1200円なんで、こちらね、ちょっと購入させていただけたと思います。お土産にさせてもらいましょう。はい、お願いします。はい、どうも、ありがとうございました。よーし、ということで、ね、楽しかったです。あとね、お土産も買えてね、良かったです。 OK、 よし、ということで、ね、ゆっくり見てこれたんで、またね、次の場所に移動しようと思うんですけども、お次はね、この辺りに、ね、あるちょっと巨大なオブジェをね、見に行こうと思うんですけども、ここまで行くのに1時間20分ぐらいかかるんですよね。で、一直線にね、行くこともできるんですけども、せっかくならね、こちらの方の、のど島水族館の方をね、ちょっと寄ることはできないんですけども、通過しながら、こちらのね、巨大オブジェのある場所の方にね、ちょっと行ってみたいというふうに思います。はい。よし、じゃあね、行きましょう。よし、この先はね、のど島大橋です。すごい高低差がある、さっき見たやつですね。全長 1.5 キロの石川県最大のね、橋とのことです。すごい橋。はい、ということで到着です。
能登島水族館ですね。あちらが水族館ですね。今日ね土曜日なんでね、お客さん多そうです。でこちらの方にねお土産屋さんもあるんですけども、水族館回ってたらねもう今回時間がないんで、ここまで来たという格好でね、巨大オブジェのねある場所の方に移動したいと思います。ちなみにね、そちらの巨大オブジェのある場所までは75キロの距離で1時間13分ぐらいかかるそうなんでね、とりあえず焦らずのんびりね安全運転でいきたいと思います。よし、やってきました。でかいオブジェがある場所なんですけども、おーはい、こちらですね。もう見えてますね、巨大イカです。よし、ちょっと車止めましょう。よし、到着です。ということで、ね、こちらはね、イカの駅つくもおるっていうところです。でこちらもね、つくも湾の方はイカがねすごい有名なんですけども、そのねイカの知名度を上げるために作ったのがこのね超巨大イカオブジェっていうことで、これはねコロナウイルス対策金をね2700万円各市町村もらったんですけども、その中からね2500万円かけて作ったんですよね。で作った当時はねめちゃめちゃその税金の無駄遣いだって言われたのに、から蓋を開けてみたらね経済効果が6億4000万円ぐらいあったとかでね、もう誰もね文句を言わなくなったイカの像です。で僕もねダイオウイカが好きなんでね、実物を見に来たんですけども、これ全長どれぐらいなんだろう、相当でかいです。ねダイオウイカの中でもねキングサイズです。これはへー、中にね入って顔出せるようになってます。ここに入ってね捕まったようになるみたいです。面白い、あーすごい。よし、ということでこのねダイオウイカがねいるということで、からここはねイカがたくさん取れるってことはね分かってもらうと思うんで、ねこちらの方でねお買い物をねさせてもらうと思うんですけども、僕ね実はねダイオウイカは好きなんですけども、イカはそれほど好きじゃないんですよね。でね僕が好きなのはね食べ物としてのイカではなくて、男のロマンとしてのねイカが好きなんで、今までもねイカ料理って一遍しかしたことないんですよね。能登まるまる餃子というのがあります。焼いてない分はねお持ち帰りできるそうなんで、焼いてないやつをね5個入り1ついただきましょう。すいません、5個入り1つください。はい、すいません、どうもありがとうございます。6個入りいただきました。能登まるまる餃子です。後でねこれ焼いてからお酒のあてにしましょう。よし、でね中もね多分お店があると思うんで、ちょっとね見させていただきましょう。この館内ねイカのね料理の匂いがすごいしてます。あ、塩辛もあるんだ。塩辛いいですね。僕ね塩辛は食べれるんですよね。冷蔵庫もあるし、なんだろう、ここもねちょっと楽しそうな焼酎買いましょう。チョンガリ節。そしてねこの2つをね買わせていただきましょう。お願いします。袋有料ですか？どうする？大丈夫です。よっこいしょ。はい、よし、ということで、ね、念願のイカも見れてから買い物もできたんでね、今日のね宿泊施設の方に、移動しようと思います。で行き先はねこの近くに RB パークだったんですけども、予約が取れなかったんで、少しね登った方にあるキャンプ場の方をね予約してますんで、そっちにね移動して今夜はね一泊させていただこうというふうに思います。はい、ただしね、チェックインの時刻が17時までで、今ねもう4時26分とかでね移動に20分近くかかるんで、急いで行かないとねチェックインさせてもらえなくなっちゃうんで、とりあえずね今夜の宿題も少し買い出しながら、もうね急いでね今夜の宿泊場所のキャンプ場の方に向かいたいと思います。はい、行きましょう。よいしょ、A コープさんです。ちょっとね買い物行ってきます。はい、ゲット。よいしょ、3分ぐらいしか余裕ないです。行きます。はい、よし、到着です。キャンプ場の受付はねこちらの方なんで、この辺で止めさせてもらいたいと思います。16時56分、間に合いました。よし、じゃあね、こちらの方でね、とりあえずキャンプ場の受付ね、済ませていきたいと思います。行ってきます。はい、OK です。よいしょ。利用料金はね、1800円でした。車1台1000円と、大人1人800円です。よし。この駐車場ね、奥から行くみたいです。ああ、なるほど。こういったところを行くみたいですね。ああ。ここでも OK なみたいですね、どうやら。
なるほど、わかりました。でそれは OK なんですけども、あのね、どうやらね、今日あのこちらの施設のお風呂の方はもう営業終了とのことで、ここのお風呂入れないんですよね。でね、このね、近くにあるお風呂屋さん紹介してもらったんですけども、ちょっとね、駐車場がなさそうだったんで、ちょっとね、車でね、少し離れたところにある阿弥陀湯さんというところにね行って、まずね、ちょっとお風呂の方入っていきたいと思います。はい、本当はね、動かないつもりだったんですけども、仕方ないですね、ベトベトなんで。行ってきます。はい、ありました、海の銭湯阿弥陀湯さんですね。よいしょ。はい、到着です。あのね、阿弥陀さんすごいな、こう気が積んであるんですけども、多分これ燃料ですね。石油高騰の煽りを受けてないお風呂さんです。素晴らしい。よし、じゃあね、行きましょう。もうね、中取りません。とりあえずね、お風呂使っていきたいと思います。行ってきます。よし、はい、上がりました。気持ちよかったです。いい時間だったな。よし、あのね、お風呂入りに来てよかったですね。さっきまで暑かったのがね、あの一気に気温が下がって涼しくなりました。やったよし、じゃあね、キャンプ場戻りましょう。よし、でどこにしようかな、場所選びですよね。どこでもいいんだけどな。ここね、行けそうなんで行ってみましょう。目の前の県内で行きます。よし、行けた。オッケー、よしよし、いい感じの場所ですね。ここはね、普通の車入ってくれないんで、もうこんな場所にね、止めさせてもらいましょう。よしよし、じゃあね、城の準備ができたんで、網戸とかしてから車中泊できる準備をね、したいと思います。よし、ちょっとね、不格好ですけども、車の方ね、準備してみました。こんな感じですね。もうね、全面にね、メッシュありたけね、貼ってみました。よし、ということでね、いい時間になったんで、もうね、パッと料理を作ろうと思うんですけども、とりあえずね、相当お腹空いてるんで、もうね、まずはね、簡単なものから作っていきましょう。餃子ですね。これをね、焼きます。で、今回ね、フライパンを持ってきてるんですけども、蓋を持ってきてないんでね、この餃子は、くっつきにくいホイルで、ホイル焼きにしたいと思います。こうですね。こうやって、包んで、ピチッとしたら、これでね、もう弱火で焼いていきましょう。このままね、放置します。で、餃子が入れたらね、タラの一部もいただきたいんですけども、これもね、大きすぎて入らないんで、折って切ってね、2つに分けましょうかね。こうやって、まな板がないんでね、ハサミで切ります。よし、いい切れ味。こうだね。うん。これで OK。もうこれもね、置いときましょうかね。こんな感じで。で、蓋がないときにはね、もうあの、仕方ないで、紙皿でね、代用することもできます。というのが、アルミがね、溶ける温度よりもね、紙の燃焼温度はね、もっと高いんで、こうやってでも大丈夫です。で、ちょっとね、あのもう、喉乾いてね、倒れそうなんで、まだ開けはね、できてませんけども、ビールいただきたいと思います。いただきます。ああ、最高です。どうでしょうか。よっと。あ、いい感じですね、これはもう。裏もね、ちょっといい感じの焼き具合ですね。よし。で、そうだ、こちらですね。こっちね、漏れてきてるんで、一旦上げて、これでね、ちょっとこそぎ落として洗いましょう。料理にね、トラブルはつきものです。トラブルがあった際にね、どうするかっていうのをね、考えるのが重要です。で、これですね。最初からね、使った方がよかったです。こっちも置いたら、同じようにね、蓋をして、喧嘩で、もうね、こちらいただきましょう。よし、いただきます。ポン酢、果たしてお味は。美味しい。あのね、ちょっとだけ焦げましたけども、中まで火が通っててね、めちゃくちゃ美味しいです。イカのところで買った餃子最高です。あのね、ランタイム見たでね、お持ち帰りが6個入りになるとかってことはないと思うんで、皆さんくれぐれもね、ランタイム見たって言わないでくださいね。お願いします。美味しい。どうでしょう。おお、ふわふわに焼けてる。じゃあね、一夜干しちょっといただきましょう。いただきます。果たしてお味は。うーん、身がふわふわです。塩加減もね、ちょうどよくて美味しいです。ああ、
よし、ということでね、お腹も少し落ちたので、そろそろ今日のね、本題に入ると思うんですけども、というのもね、今日晩は、石川県のね、名物料理の一つのね、ハントンライスを作ろうと思ってたんですよね。で、ハントンライスはね、簡単に言ったら、オムライスの上に白身魚が乗っかって、それにね、タルタルソースがかかってるっていうものではあるんですけども、そこまでの材料を揃えるのが結構大変だったんですけども、なんとかね、食材を集めることができましたんで、今からね、これらの食材を使って、ハントンライスをね、作って晩ご飯にいただきたいというふうに思います。はい。で、とりあえずね、ハントンライスには、ゆで卵がね、必要なんで、まずは、どうしようかな、1個も2個も一緒なんでね、2個作りましょう。ゆで卵にね、したいと思います。で、お次はね、玉ねぎのみじん切りなんですけども、まな板がないんでね、キッチンペーパーでね、代用します。量はそこまでいらないんで、4分の1ぐらいでいいや。よし、これをね、切りましょう。切れる包丁は本当にいいですね。100均包丁はね、もう本当に、相当切れないんで、うまく料理ができないなと思う人はね、ちょっとよさげな包丁にね、変えるのおすすめです。よし、もうこちらね、いいでしょう。で、お次はね、順に作っていきましょう。まずはね、チキンライス。米油。で、次にね、玉ねぎ。で、天下。で、ここにね、ご飯入れます。ドン。レンチンご飯はね、冷えたままでいいです。どうせこうやったらね、温まるんで。塩。胡椒。少々。ここにね、ケチャップ。よーし、オッケー。こうしたらこうですね、アイラップかぶして、ご飯を移すと。で、お次はね、オムレツ作っていきましょう。バター。卵入れると。牛乳がね、凍っちゃいましたね、これ。大変なことだ。冷蔵庫の壁面はね、よく冷えますね。で、これにもね、塩。胡椒。よくかき混ぜて加熱していきます。で、ご飯を開けると。で、これなんですけどもね、こうです。もう木べらでね、寄せるだけでいいです。オムレツはよいしょ、もうこれで OK でしょう。こうですね。はい。お次はね、本当は白身フライなんですけども、アジフライしかなかったんでね、こちらでいきましょう。食べれる量だけでも一切れだけでいいです。あとの人切ればね、冷蔵して残してきます。で、これで、添加してちょっと置いとくと。で、この間にね、タルタル作りましょう。あっち。オッケー。マヨネーズ。で、ここにも塩コショウ。おっとっと。これをね、もみもみします。よし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 。はい、オッケー、できました。で、フライもオッケー。乗っけて、最後にね、タルタルをドーンとね、かけたら完成です。よし、ということでね、ハントンライスができたんで、早速ね、いただきたいと思います。果たしてハントンライスのお味は。おお、美味しい。タルタルソースがね、オムライスにも揚げ物にもね、すごく合います。これは美味しい。うん。よし。でね、お酒もいただきたいところではあるんですけども、今日はね、アイスボックスをちょっと買ってきてたんで、これに似てるね、オレンジアイスボックスチューハイ作ってね、いただきたいと思います。こうですね。いただきます。美味しい。キンキンのね、オレンジゼロがさらにキンキンになりました。よし、じゃあね、ドラム見ながらね、あとはゆっくりご飯いただきたいと思います。よし、ってことで、ね、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。少しね、横になったらね、寝落ちしてました。ですのでね、1時間もしたらね、もう火が出るような時間ですけども、もうね、今日はこのまま休みたいと思います。寝ようかと思ったらね、夜が明けてきました。とりあえずね、ちょっと外出てみましょうか。よいしょ。おお、あー、気持ちがいい。よし、せっかくなんでね、お手洗い行っときましょう。トイレはね、一番向こうです。よし、こっちですね。あのね、こちらがね、公園の駐車場なんですけども、こっちでね、休ませてもらってもよかったかもしれませんね。ただですし、行ってきます。
あ、ちょうどね、日の出の時刻です。4時31分、あと数分でね、日が昇りそうです。よし、日の出です。おお、いい朝日が昇りました。現在の時刻は4時44分です。悪魔の数字です。なんかね、これ UCC 飲まないといけませんね。準備します。よいしょ、いただきます。あっち、よし、ごちそうさまでした。で、現在時刻はね、5時13分で、まだまだね、めちゃくちゃ朝は早いんですけども、今日はね、キャンピングカーショーの方に行く日なんですよね。で、今ね、まだちょっとお腹も空いてないし、したいこともあったりするんで、ちょっとね、まずはね、車動かせれるように片付けの方したいと思います。ちなみにね、昨日ちょっと食べ残した食材等は、またね、後日いただきます。よし、片付けてきたんでね、ちょっとね、向こうの公園の駐車場の方にね、移動させましょう。またね、おトイレ行きたくなってきました。よし、オッケー、到着です。お手洗い行ってきます。車に戻ってきたんですけども、さすがにね、4時起きは早すぎて、まだねちょっと眠たいんで、小1時間ほどね、仮眠を取らせてもらいたいと思います。二度寝ですね。ということでね、ちょっと寝ます。おやすみなさい。よし、ということでね、仮眠終わって、車片付けてね、出発できる準備しました。で、今日はね、さっきも言ったように13時に北陸キャンピングカーショーのね、会場の方に移動しようと思うんですけども、まだ結構時間はあるんですよね。で、せっかくね、石川県の北の方まで来てるのに、この辺りをね、観光をせずに戻ってしまうのももったいないんで、せっかくなんでね、こっちの海沿いの道をね、こうぐるっと通りながら、こちらのね、輪島市の方でね、開催されてる朝市の方をね、覗いてみたいなというふうに思います。はい、ちなみにね、道中にいくつか道の駅があったりして、美味しそうなもの売られてるんですけども、まだね、朝の7時半で相当早いんで、空いてるお店があったらね、寄るっていうような格好で朝市の方をね、目指したいなというふうに思います。はい、よし、じゃあね、チェックアウト行ってきたいと思います。行ってきます。はい、チェックアウトね、完了です。よし、じゃあね、行きましょう。能登半島をね、一回りします。はい、ということでね、石川県のね、北東の方までね、やってきてるんですけども、実はこの辺ね、七輪がすごく有名な場所なんですよね。で、僕もね、車内で使える七輪ないかなと思ってね、この辺で探して1個購入させてもらおうかなと思ったんですけども、土日はね、お店されてないということで、残念ながらね、七輪ね、購入することできませんでした。ちなみにこちらですね、七輪の里さん、土日はお休みらしいです。残念。で、僕ね、今回の旅はね、どうしてもね、金土日で回らないといけなかったんで、今回はね、泣く泣くちょっとね、車内で使える七輪っていうのはね、買わずにもうね、この場を離れさせてもらおうと思います。はい、お、よし、はい、ここ多分ね、石川県最北東端ですね。わあ、ちょっと降りてみましょう。寄り道パーキングモズ、おお、絶景。トイレはないですけども、ここだったらね、なんか波の音聞きながらゆっくり車中泊できそうですね。おお、いい感じ。よいしょ。でもね、時間ないんで行きましょう。お、ここにもね、寄り道パーキングというのありますね。はい、ということでね、石川県最北東端のね、道の駅のろしっていうところにね、着きました。はい、よいしょ。で、こちらもね、9時からなんでね、まだ早いんで空いてませんね、多分。あれ、営業時間8時半からですね。空いてますね。ちょっと寄らせてもらいましょう。梅干しとか売られてる。あ、梅干しにしましょう。こちらをね、トスのね、塩を使った梅干しとのことです。美味しそう。すいません、梅干しください。はい、どうも。よし、お土産にね、梅干し買いました。
実はね、こちらののろしさんはね、豆腐が有名なところでからね、お豆腐セットとかいただけるんですけども、お豆腐はね、多分もうちょい後からの営業なんで、お昼頃じゃないとね、いただけなかったんで、今回はね、ちょっと諦めます。はい、でもね、いつかまた来てみたいですね、こちら。よし、じゃあね、行きましょう。ちょっと想像以上にね、時間押してるんで、安全運転でね、急いで行きましょう。あのね、この辺は塩を作ってるみたいですね。ですね、さっきの梅干しを漬けた塩はこの辺でね、作られた塩みたいですね。はい、梅はどこ産なんだろう。あのね、 Google マップで時間を見ながらね、移動してるんですけども、普通に走ってたらね、時間がめちゃくちゃ遅れるんですよね。で、 Google マップってね、その道の平均移動速度から算出してるはずなんで、法定速度で走ってたら遅れがちになってしまうっていうね、何やらもっとふめふめってね、 Google マップが言ってきてますね。これはあのね、そこまで出したらね、この車危ないんでね。だからね、その到着予定時刻っていうのはね、だいぶずれるような傾向にあるみたいです。安全運転で行きましょう。うわー、景色いいな。あのね、石川県のこの辺の海はね、すごく景色いいです。爽快、信号も全くないんでね、デートとかでね、ドライブするにはもう本当におすすめだと思います。僕もデートがしたいです。はい、あのね、信号待ちなんですけども、5分間もね、待たなきゃいけないみたいです。と思ったらね、あのこっちの方に滝があるんでね、ちょっとね、この待ち時間の5分間でね、滝をね、見に行ってみたいと思います。あちらですね、すごいのがある。出していきましょう。ここにね、ハイトンネルがありますね。いいな。落石危険通行止め、ここまで来たのに行けません。あら、よいしょ、こっからなら OK かな。おお、すごい。よし、いいもの見ました。車に戻りましょう。あのね、ここいいですね。向こうにね、お手洗いもあるんで、ここでね、車中泊させてもらうのありかもしれません。行きましょう。はい、4分間で観光してきました。よいしょ。はい、当然、道の駅千枚田ポケットパークさんの方にね、到着です。9時37分です。ちょっとね、時間もないんですけども、パッと立ち寄りました。よいしょ。で、こちらはね、千枚田というてから田んぼが見れるね、絶景スポットで、おお、ここから見えるんだ。おーおーおーおお、すごい段々畑、しかもね、海も綺麗です。で、田んぼをね、ゆっくり見てる場合じゃなくて、ここではね、田んぼで作ったおにぎりがね、いただけるんで、朝一に行く前にね、ちょっとね、いただいてから行こうと思います。で、朝9時からなんでね、もうやってるはずです。どれがいいかな、梅かキャラブキかですね、どっちがいいな。キャラブキのおにぎりとかかしをもらえますか。はい、お願いします。あ、はい、はい、ありがとうございます。美味しそうなの来た。よし、じゃあこちら手にいただきましょう。いただきます。おにぎりから。うん、美味しい、ね、キャラブキがね、甘く煮られてるから生姜みたいな、ね、味もしてて美味しいです。うん、で、次はね、かかしです。卵とソーセージとフランクフルトらしいです。おお、うん、よし、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。よし、ということでね、お腹も膨れたんでね、朝市に行きましょう。朝市の会場まではね、11キロで14分かかるということで、10時5分着予定です。よし、出発です。あのね、僕9時半には朝市に行ってるはずだったんですけども、うろうろしすぎてから到着10時過ぎになりました。出発時に300円いります。お、いいとこ空いてますね。
ケー。はい、到着です。はい、暑くなるんでね、銀マットしました。よし、ということでね、行ってみましょう。真正面ですね。こちらはね、輪島朝市っていう朝市ですね。石川県のね、北の方にある朝市で、朝8時から昼の12時まで開催してる朝市です。で、現在の時刻はね、10時8分なんですけども、実はね、今日1時にキャンピングカーショーに行く予定で、ここからね、会場まではね、2時間かかるんで、11時に出ないといけないんでね、結局ね、こちらにね、入れるのはもうあとね、50分ぐらいしかないんですけども、とりあえずね、いろいろ見てからね、朝市をちょっとね、堪能させてもらいたいと思います。へえ、おばちゃん方で作ったの、これは。そうよ、みんな自分で作るのもみんなこうって。へえ、のどぐろは美味しい？美味しいね。のどぐろにしよう、これください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。のどぐろ買いました。ね、日本海産です。ああ、ちょっと見させてください。輪島塗りです、これ有名な塗り物です。へえ、はい、ありがとうございます。輪島塗りのね、お箸をゲットしました。これお土産です。いいの買えました。やったー。お箸なんかはね、普段使いするものなんでね、お土産にしたらすごい喜ばれます。時間がないんでね、もういいなと思ったらね、すぐ買いしてます。長井郷記念館なんかある、かっこいいな。入館料ね、520円らしいです。行ってみたいな。初めて知った、こんなとこにあるの。少し時間があるんでね、見て回って寄れそうだったらね、寄ってみましょうかね。食べ歩きみたいなのもね、ないみたいですね。あ、でもある。フグ2貫握り300円。じゃあフグ寿司をください。はい、よいしょ。はい、よし、いただきます。美味しそう、フグ寿司です、これ。はい、ここが1個300円、2個500円。はい、1個500円。美味しい。お姉さん、1人2個ずつでもいいですよ。美味しい。はい、3番と5番。はい、ごちそうさま。絵柄まんじゅう1つください。もう食べますか？うん、食べます。ありがとうございます。口なしの黄色で染め上げたもち米をまぶして蒸し上げた珍しいまんじゅう、色が綺麗。よし、食べてみましょう。いただきます。今絵柄まんじゅう食べたんですけども、取ってませんでした、ごめんなさい。でも美味しかったです。ここでね、お土産買ったら駐車券もらえるらしいんでね、お土産ちょっとね、見ていってみましょう。ラーメンセットがありますね。ちょうど1000円です。これ買ったらね、駐車料金ただなるんで、こちらをね、お土産いただきましょう。よし、OK、OK。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。やりました。OK です。よし、ということで、長井郷記念館に戻ってきたんですけども、もうね、時間がないんでね、今回はね、中見ずに行きたいと思います。はい、中に入らずに、ね、お土産だけでもね、買えたらいいんですけども、多分そういうわけにはいかないと思うんで、諦めていきましょう。ちょっと帰ろうかと思ったらね、漆で名前入れしてくれるらしいんですよね、無料で。で、こちらのお店だったらね、買ったら待ち時間なしで今入れてくれるそうなんで、ちょっとね、名前入れてもらいましょう。ちなみにね、500円以上の商品だったら何でもいいそうです。おすすめとかってありますかね。これが一番おすすめ。男性ならスプーンとかはないんですかね。カレー好きなんでカレースプーンがいいですね。これなんか丼にも使えそうだから、こっちでお願いします。これ長いから食べやすい。食べやすいですね。で、じゃあ名前を、はい、ひらがなでね、5文字いるんで、ラ・ン・タ・イ・ム、読めますかね、字が汚かったらごめんなさい。はい、ん、お茶、お茶飲んでない。あ、ありがとうございます。わあ、すごい、輪島塗りのカップ、いただきます。わあ、いいカップ。おお、ありがとうございます。すごい。名前入れてもらいました。ありがとうございます。1週間は開けちゃダメなんですね。ありがとうございます。やったー。名前入りのスプーンゲットです。自分のね、お土産できました。で、そうこうしたらね、10時49分ですね。よし、楽しかったです。よし、ということでね、そろそろね、キャンピングカーショーの会場の方にね、向かいたいと思います。行きましょう。すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。 OK でした。輪島市マリンタウンでした。
よし、300円儲けました。よし、行きましょう。あのね、ぶっちゃけね、めちゃめちゃ楽しかったです。輪島塗りとかね、あんなに暑いところがあると思わなかったんで相当良かったです。ちょっとね、ガソリン入れていきましょう。もうあんましないです。よいしょ、よし。あのね、お値段が張ったんで15リッターだけ入れました。ね、無料の高速道路乗ります。無料の、ね、高速道路降りました。はい、会場の方にね、やってきました。止めれるでしょうか。あ、止めれそう。できれば日陰がいいんですけどね。よっ、はい、到着。こんにちは。早いな、皆さん。もうね、ちょっと人集まってくれてますね。ちょっと降りましょうかね。はい、こんにちは。ちょっとね、人がね、集まってきてくれてるんで、先にね、スティッカー等をね、配布させてもらいましょう。さあ、お疲れ様です。こんにちは。ありがとうございます。じゃあ、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。よし、ということでね、秘書さんとね、かなり会ってお話もできたんで、今度はね、いよいよ中の方に入ってキャンピングカーショーの方ね、覗きに行ってみたいと思います。よし、すごい、あのね、秘書さん、僕のこれも、はい、あ、すごい、ステッカー貼って湯村さんに行きました。ありがとうございます。よし、おお、北陸キャンピングカーショーですね。僕初上陸です。おお、おお、ガッチャムーチャです。お久しぶりです。おお、すごい。ガッチャムーチャはね、今1500泊ぐらいですかね、されててからキャンピングカー生活をね、先輩なんで、新参者ですけども、よろしくお願いします。おお、なんかキャンピングカーショー、ここのキャンピングカーショーいいですね。楽しいな。こんにちは。はい、どうぞ。ありがとうございます。また見ていてください、はい、会場ね、お客さん多いですね。さすがに表にね、キッチンカー来てるんで行ってみましょう。よし、アイスクリーム買いましょう。チョコカラー付きのソフトクリームください。バニラでもいけるんです。バニラでも 何の味でもいけます。あ、じゃあバニラ味で。はい、どうも。おー、いいのできた。美味しそう。よし、じゃあちょっとももさんのところ行ってみましょう。はい、今からね、ももさんと打ち合わせします。お、ちょっと、おー、なるほど、なんかすごいのができるみたいですね。はい、じゃあももさん、ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ、よし、お、5時です。よいしょ、よし、ということでね、キャンピングカーショーでね、ステッカー配布させてもらいました。ね、総勢ね、100名様ぐらいの方にね、来ていただきました。ありがとうございます。あと、いろんなね、ものをたくさんいただいてしまいました。大感謝です。よし、よし、ということでね、いい時間になったんで、そろそろね、移動しようと思うんですけども、実はですね、この北陸に入れるのは今日までで、明日にはね、岡山に帰らないといけないんですよね。で、明日はね、朝の5時ぐらいにこっちを離れていけないんで、なるべくね、石川県の南の方でチャチャクしたいなというふうに考えてましたら、石川県のギリギリ南の方にね、悠々パークができてまして、こちらが大江戸温泉物語が悠々パークになってる施設があったんですよね。で、大江戸温泉物語はね、もうものすごいお風呂がある宿泊施設なんですけども、そちらがね、電気込みで3500円いるんですけども、ちょっとね、今回はね、少し奮発して悠々パークさんの方で石川県最後のね、車中泊の方をさせていただきたいというふうに思います。よし、行きましょう。よし、よし、ちょっとね、スーパー寄って我慢していきましょう。よし、みんな大好きピアゴさんです。よし、買ってきました。よし、
ケー、大江戸温泉物語さんにね到着です。はい、到着です。よし、ということで、ね、今夜のワードはこちらなんですけども、まずはね、チェックインして、RV パークのね、場所に車をね、移動させていきたいと思います。行ってきます。はい、ね、チェックイン完了しました。ね、一応撮影許可ね、いただきました。OK です。で、今回は、車中泊とお風呂。で、車中泊が3500円。で、お風呂がね、1020円でした。だから4520円ですね。最後の夜なんで、ね、ちょっと贅沢なところにね、泊まらせていただくことにしました。はい。で、ね、アルプパークはね、あちらの方のスペースなんで、あっちにね、まずちょっと車動かしたいと思います。オッケー、水平チェックします。あ、水平はいいですね。縦方向はちょい上がりですね。了解。ほぼほぼね、もう水平ですけども、ちょっとだけ上げていきましょう。よし、いいですね。オッケーしましょう。よし、電気オッケーですね。で、とりあえず、こうね、反対側からね、風がすごい今、吹いてきてるんで、ここにもうメッシュつけて、涼しい風がね、ちょっと入るようにしておきたいと思います。OK、こんな感じで、これですね、謎の棒で、テールゲート。OK、こうですね、豪快にね、半開きです。OK。よし、ということでね、コアの城、完成です。で、いろいろね、ごそごそしてたら、もう8時で、お風呂はね、9時までしか入れないんで、今からね、もうお風呂の方ね、入りに行っていきたいと思います。よっしゃ、大江戸温泉物語行きましょう。よし、朝一毎朝開催してるんです。お湯こっち、はい、こちらですね、お風呂。ね、お風呂の撮影はね NG なんで、もうね行ってですね、一風呂浴びていきたいと思います。よし、行ってきます。はい、上がりました。めちゃめちゃ気持ちよかったです。ね、8時に入ったんですけども、案の定ね、人がいなくてからね、貸し切り状態でした。やりました。ですのでね、めちゃくちゃのんびりね、お風呂に浸かってくることができました。で、ちなみにね、お風呂は洗い場が30ぐらいあって、内湯は大きい湯船が1つとサウナが1つで、外湯はね2つで、温度も良くてからね、すごい開放的で気持ちよかったです。よし、じゃあね、さっぱりしたんで車戻れましょう。ああ、なるほど、やっぱりだ、蒸し暑いですね。ね、風が止まって蒸し暑くなりました。ですね、もうエアコンバリバリモードにね、切り替えたいと思います。バックドア閉じましょう。で、よしよし、ちょっと車でね、少し涼んでました。湿度が高いとね、暑くてかなわないんで、エアコンやっぱしいりますね。案件で申し訳ないんですけども、あるとね、全然違います。お肌サラサラでね、涼しいです。で、明日はね、朝も早いんですけども、お腹空いてるんでね、晩ご飯作りましょう。で、明日ね、朝が早いんで、ちょっともう今日ビールは飲まないんですけども、スーパーに行ったらね、面白いものがあったんでね、ちょっと買ってきました。それがね、こちらですね、上白って言って、白ホルモンなんですけども、どうやらね、石川県の焼肉は、白って言ってね、このホルモンから始まるらしいです。で、醤油、味噌、辛味噌、塩っていうのがあったんですけども、僕はね、味噌味が好きなんで、こちらをね、一つ購入させていただきました。で、あとね、これはね、エリンギに豚肉を巻いたものなんですけども、すごい美味しそうなものがあったんで、こちらもね、購入させていただきました。で、両方ともね、焼くだけの調理なんで、もうね、こちら焼いてからね、おつまみにしていただきたいと思います。よし、で、先にこっちからいきましょうかね。よいしょ。で、ちょっと味付けで、蓋がないんでね、ホイルで蓋します。よし、これで OK。窓はね、開けてます。で、このままね、焼いていきましょう。よし、 OKOKOK。 よし、おお、素晴らしい。で、食べる前にね、もう上白入れておきましょう。よいしょ、結構たっぷりで、オン。これもこうですね。じゃあね、もう早速ね、いただきたいと思います。いただきます。果たして豚肉エレンギのお味は。美味しい。豚肉もエリンギもね、ジューシーでめちゃくちゃ美味しいです。これすごいな。めちゃめちゃ美味しいです。で、明日はね、朝5時からちょっともう動かないといけなくて、お酒が飲めれないんで、今日はね、ノンアルコールのオールフリーで乾杯ね、したいと思います。乾杯。あー、美味しい。豚肉もビールも最高ですね。
でもね、あの個人的にはポン酢の方がね合いそうなんで、ちょっとポン酢かけます。果たしてお味は。うん、美味しい。よし、どうかな。お、いいですね。じゃこれはねもう取り上げずにこのままいただきましょう。味噌味白、いただきます。うん、あ、美味しい。これはねご飯にめちゃくちゃ合うやつです。もちろんビールにも合います。あのね、スーパーに行ったらね、実はね多くの方がこちらの分買っててから、お母さんがね子供にね今晩白食べるとかいう感じでね話したりとかしてからね、ホルモンの人気ぶりをね伺える会話をね聞いてちょっとびっくりしました。だから焼肉でいうところね、なんかまずは牛タンみたいなところがまずは白みたいな感じらしいです。うん、よし、ということでね美味しくいただいてるんですけども、最後にねもう一品作りましょう。締めの料理ですね。で食材がねいろいろ残ってるんで、これらをね減らすためにちょっとね一品作ろうと思うんですが、今晩はねカニチャーハンを作ります。もうすごい簡単なんでね、パッと作りましょう。まな板がないんでね、キッチンペーパーでいきます。よし、油、うん、ああちょっと凍ってた。冷蔵庫がねちょっと強力すぎるんですよね。塩コショウで味付けするんですけども、今回ねホリにし使います。ホリにしチャーハンです。ここにねご飯、よいしょよいしょ、で最後に醤油。よし、はい、よし、これでねチャーハンの完成ですね。が僕が作ってたのはカニチャーハンですよね。ですのでね、ここにねカニを入れましょう。カニのかまぼこです。これでねカニチャーハンです。よし、ということでこれ切ります。でこうのけたら、はい、カニチャーハンの完成です。すごくいいのができました。よし、ということでね、カニの王様のようなカニチャーハンできたんでね、早速いただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は。まずはチャーハンだけでいきましょう。いただきます。よくできてます。鶏にしテイストですね。でじゃあね、次はカニチャーハンでいただきましょう。果たしてカニチャーハンのお味は。うん、美味しい。さすがはカニチャーハンですね。もうまさにね、水揚げされたばかりのような味がしてます。美味しい。この新鮮なカニはね、能登食材市場で買ったカニなんでね、もうあの能登食材市場のね名物料理にするべきですね。これはカニチャーハン最高です。よし、じゃあね、あとはね動画でも見ながらねゆっくり過ごしたいと思います。よし、ということで美味しかったです。ごちそうさまでした。よし、明日はね10時半に岡山に行かないといけなくて、家まではね400キロで5時間かかるんで、もうねゆっくり休んで明日朝ね5時に起きたいと思います。はい、よし。ちなみにね寒くなってきたんでね、もう今エアコン止めました。はい、おはようございます。現在の時刻は5時18分です。5時起きだったのが少し寝坊してしまいました。で、今日は10時半に用事があるんで、もうね片付けてすぐ出発しようかなというふうに思ったんですけども、実はね昨晩寝てたらね LINE が入っててから今日のね用事が都合によりなくなったみたいで、僕ね岡山に帰るの明日の夜で良くなったんですよね。ということはね、明日のお昼の12時まではこちらのね北陸地方の方にねまだね滞在できるようになりましたんで、今回はせっかくなんで予定を変更してもう一日だけね石川県の方を泊まらせてもらって、今回ね回れなかった観光地をねもう少し回ってから岡山に帰りたいなというふうに思います。はい、でここから先は洗濯をしたりとか PC 作業もしたりとか、あとね漫画喫茶に泊まるかもしれないんで、まあどっちのチャンネルにあげるかちょっとわからないんですけども、とりあえず今回の旅はここまでにして、ここから先はねエクストラステージといいますか、そんな感じでね動画撮らせていただきたいと思いますんで、一旦旅はここで締めて、引き続きね残りのね番外編の方撮らせていただきたいなというふうに思いますんで、皆さんよかったらねこの後もね旅の方も引き続き見ていてください。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。番外編に続きます。はい、ということで、ね、ここから先は番外編で、今回は急遽ね
石川県であと30時間滞在可能になったんで、旅のねおまけ動画としてね撮らせていただこうというふうに思ってます。はい。で現在の時刻はね今6時になったばかりで、まだねその辺のお店が開いてるような時間ではないんですけども、家に帰らないんだったらまたねやっとかないといけないような PC 作業等もあったりするんで、もうねちょっと車片付けてから移動できる準備をしてねチェックアウトの方をしに行ってみたいというふうに思います。よし、移動準備完了。で、こちらはね、ここで出たゴミは処分させてくれるんで、昨晩のね、ゴミ、こちらだけね、処分させてもらおうと思います。よし、行ってきます。おはようございます。チェックアウトお願いします。はい、OK、チェックアウト完了です。ゴミもね、引き受けていただきました。ありがたい。よっ、こいしょと。よし、ということで、チェックアウトも終わったんで、出発しようと思うんですけども、まずはね、30時間ね、こっちに入れるんだったら、ちょっとデータのアップロードとかをね、しとかないといけないんで、無料のね、Wi-Fi スポットの方にね、向かわせてもらいたいというふうに思います。はい。で、データのアップロードはね、D-Wi-Fi を使用させてもらおうと思うんですけども、D-Wi-Fi って、スマホ以外でも、会員登録してたら、パソコンなんかでもね、使用可能なんですよね。で、コンビニとか、いろんな場所でね、利用可能なんですけども、一番早いのは、ドコモショップで、ドコモショップで、通信したらね爆速で繋がるんで、今からねちょっと近くのドコモショップさんの方まで行ってから D-Wi-Fi の方をちょっとねお借りさせていただきたいというふうに思います。はい、よし、じゃあね行きましょう。はい、ということでね、大江戸温泉物語さん車中泊させていただきありがとうございました。お風呂は大きくて気持ちよくて、駐車スペースもね比較的平らで、電力もねバリバリに使えて、外にトイレもあったりしたんで、すごくね快適に一夜を過ごすことができました。大感謝です。はい、ちょっとね、コインランドリーがあったんで、先にコインランドリーで洗濯を、ね、仕掛けましょう。これをね、使わせてもらいましょう。1回300円、洗剤もね、柔軟剤も入れてくれる分です。はい、開始30分後ですね。よし、じゃあ待ってる間にね、ドコモショップの方ちょっと移動させてもらいたいと思います。行きましょう。はい、ドコモショップさんにねちょっと到着です。まずはねスピードテストさせてもらいましょう。よいしょ、 OKOK、 アップ入るんでね、ここでアップロードさせてもらいましょう。はい、パソコンでもね D-Wi-Fi 通信可能です。よし、いけいけ。はい、どれぐらいね Wi-Fi が速いかっていうのがよくわかる動画です。ぐんぐんアップしてます。よし、ということで、ね、アップ完了です。30分かからずにねアップロード完了しました。よし、洗濯物はね終わってると思うんで、今度はね乾燥機をねかけに行かせてもらいましょう。よし、行きましょう。ドコモさんありがとうございました。あのね、なんかねこんな感じでね、データのアップロードだけとかだったらね、もうすぐに終わっちゃうんで、皆さんもね D アカウントを取ってね DIY 利用されるのね、かなりおすすめです。はい、ということで、ね、コインランドリーに戻ってきました。もうそろそろね終わってることだと思います。よいしょ、終わってますね。よし、すみません、乾燥機かけましょう。よいしょ、10分100円なんでね200円入れていきましょう。よいしょ、20分で待ってる間にね、ちょっと朝ごはんとかね買ってきて車内でねいただきたいと思います。よし、完成、畳みましょう。よし、完成です。よし、ということで、ね、洗濯も無事終わったんで、そろそろね観光を開始しようと思うんですけども、実はね今回回れてなかった一番大きい観光スポットとして、日本自動車博物館っていうのがあるんですよね。でこちらはねもうねものすごい台数の車が展示されてる自動車博物館で、撮影等のね許可もいただいてて、朝9時からね開館するんで、もうね今から行ってからこちらでねゆっくり自動車のね歴史の方を観光をねしたいというふうに思います。はい、ちなみにねここからね5分の距離です。よし、ということでね行きましょう。よし、昭和食堂気になります。よし、よし、到着です。よし、ということで、ね、こちらがね日本最大級の自動車博物館のね日本自動車博物館さんですね。あのねこちらはね旧車がね常時500台展示されてるというね
とんでもなくねでかい博物館です。でもうね朝9時回ってて空いてるんで、今からね内部の方を見させてもらいたいというふうに思います。行きましょう。おうおうおお、スバル360サインされてます。なんかよく分かんないけどもかっこいい車ですね。これ自転車、人力ハイブリッド車だとことです。大人1枚よし、ということでね、入館しました。ね、1人1200円でした。で、上に上がってね、3階から降りてくるの格好にね、回るとのことなんで、でね、上にね、上がってみたいと思います。はい、3階ね、上がってきました。すごめちゃめちゃ台数あります。わ、ガルウィングの K4 AZ1 です。可愛くてかっこいいですね、これ。わぁ。よし、じゃあ、珍しい車だけね、紹介していきましょう。こちらはね、クラウンのオープンカーですね。パレード用のね、車とのことです。すごい。で、こちらはね、スポーツの広場となってますね。スポーツカーのブースみたいです。日産フェラーリ Z432。やっぱり Z はかっこいいですね。フェラーリ 308GT4。これなんか、ジェームス・ボンドとかでね、007の中でなんか見たことあるような感じですね。こちらが、オート三輪のマツダ K360 ですね。マツダキャロル360デラックス。マツダロードペーサー AP。はい、ここはね、日野の広場ですね。今、日野はね、トラックばっかり作ってるんですけども、昔はね、こういった可愛い乗用車もたくさん作ってました。で、ダイハツ三輪ダンプカーですね。へぇ、あのね、オート三輪でもダンプカーあったみたいです。フィアット500、ルパン三世が乗ってる車ですね。アストンマーチン V8、 これですね、ジェームスボンドがよく乗ってるメーカーの車は。 OK、 ということでね、やっとこさこれで3階を見て終わりました。めちゃめちゃ台数ありました。もうね、3階見て回るだけでね1時間かかりました。で、こちらはね、異様を誇る車たちの広場なんでね、ちょっとね、見ていきましょう。で、今ね、奥の方を見たら、こちらは撮影 NG ですよというエリアがありましたんで、もうね、そういったエリアはね、避けてから、大きな場所だけね、撮らせてもらいたいと思います。よし、2階もね、しっかり見たんで、最後にね、1階見ましょう。こちらはね、1階なんですけども、これの本物あったんですね。まあ、知らなかった。ご自由にお乗りくださいなってますね。もう、入らせてもらいましょう。よいしょ。おー。海外のバスと一緒だ。これはジャッキーチェーンが戦ったバスかもしれませんね。3階2階もすごかったですけども、1階が特にすごいですね。あのね、確かにね、見せ方うまいです。あの、ね、上からね降りてくるに従ってね、どんどんすごい車が出てくるようになってます。これはジオットキャスピタ、コンセプトカーとのことです。今も昔もいつかはクラウン、名台詞ですね。よし、ということでね、だいぶしっかりね見ることができました。大満足です。ということで、ね、ちょっとお土産コーナー見てからね、外に出たいと思います。OK、しっかりね、見てくることができました。満足です。はい、お疲れ様。はい、ということでね、車に持ってきたんですけども、現在の時刻はね、12時で、もうね、お腹も空いたんで、そろそろね、お昼ご飯を食べに行こうと思うんですけども、金沢はね、金沢カレーっていうのが有名なんで、カレーを食べに行こうと思うんですよね。で、いろんなね、お店がたくさんあって、元祖とか本家みたいなお店もたくさんあるんですけども、どこもね、距離があって遠かったんで、今回ね、近くでね、ちょっと評判の良かった、カレーのチャンピオン、小松園さんの方にね、行っていただきたいなというふうに思います。はい。で、ちなみにね、ここからね、約 9.3 キロで13分で行けるそうです。よし。ということでね、行きましょう。行きましょう。はい、ということでね、自動車博物館を出てカレーを食べにね行こうかと思って今移動してたんですけども、やっぱりね、先ほどの見た昭和食堂っていうねラーメン屋さんがものすごい気になって、もう仕方がないんで、お昼ご飯はね金沢カレーを諦めて昭和食堂さんでね、品そばランチの方をねいただきたいというふうに思います。はい、ということでね、行きましょう。はい、到着です。 OK、 到着です。品そば昭和食堂さんですね。よし、行ってみましょう。おー、ランチ650円、醤油で。はい、醤油。じゃあ、こってりで。こってりで、はい。
はい、今ね、650円ランチセットお願いしました。で、このセットはね、ラーメンにご飯が選べて、小鉢、杏仁豆腐もつくんですけども、日替わりのおかずもついて、ドリンクバーもついて650円っていう、とんでもなくね、コスパのいいランチです。はい、こちらね、ちょっと喉乾いてるんで、持ってきたいと思います。よし、いただきます。美味しい。ウーロン茶めちゃくちゃ美味しいです。ちょっと待って、すごいのが来ました。あのね、ラーメンとご飯はね、分かったんですけども、別皿チャーシューと揚げ物と佃煮にね、杏仁豆腐でした。すごいの来ました。これはこれは。よし、もうね、我慢できないんで、早速いただきましょう。いただきます。多分ね、こうですね、チャーシューをのっけのっけ食べるスタイルですね。美味しい。あのね、麺はしっかりコシがあってね、スープもすごく美味しいです。うん、よし、完食です。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。行きましょう。はい、どうもごちそうさまでした。ということで、ご飯いただきました。美味しかったです。よし。よし、ご飯食べたんでね、ちょっと観光しようかなと思ったんですけども、今日出す動画の動画編集もしないといけないんですよね。で、どっかいい場所ないかなと思って今探してましたら、海沿いの方にね、トイレ兼公園みたいな場所がありましたんで、今からね、そちらの方に移動して、動画編集の方ね、頑張ってやってみたいというふうに思います。はい。じゃあね、行きましょう。よし。はい、こちらですね。よし、だいぶ傾いてるんでね、カーソロープで車をちょっと、ね、持ち上げたいと思います。よし、よし、OK でしょう。これぐらいなので OK にします。よし、じゃあね、エアコン準備させてね、車内でね、パソコンできるようにちょっと準備したいと思います。よし、OK。 じゃあね、電源オンで、閉めちょっと、で、現在時刻はね、もう3時前なんで、多分ね、PC 作業中はずっと持つんじゃないかと思いますんで、PC 作業頑張ってやってみたいと思います。頑張ります。あのね、コーラがね、フローズンコーラになってました。こうです。中がね、凍ってシャキシャキになってました。すごい。しかも美味しい。なんか美味しくなさそうになった。はい、ということで、ね、動画編集終わりました。現在時刻ね、7時1分なんで、4時間かかりました。で、エアコンはね、すごい冷えて気持ちよくって、締め切ったね、車内でずっと頑張ることができたんですけども、とりあえずね、中ぐらいの冷却能力で冷やした状態で、電池あるあと24分なんで、内蔵電池で外気温が28度ぐらいの時だったら、4時間半ぐらい使えたという格好ですね。はい。で、今書き出してるものが、書き出し終わったらアップロードしたいんですけども、またね、Wi-Fi つながる場所にちょっと移動しておきたいんで、今からね、片付けをして、もうすぐね、移動できるようにしたいと思います。ごめんなさい、早口で。大急ぎです。よいしょ。よいしょ。これも本当にすごい便利なんでね、みんな使ってほしいです。またね、ちょっと DWiFi 借りにね、ドコモショップの方ちょっと移動したいと思います。はい、バタバタです。昼間にね、観光を楽しみすぎました。バカですね。朝のうちにやっとけばよかったですね、お昼までに。どうでしょう、ここ電波入るかな。お、どこも繋がってますね。アップロードも早いです。よし、いけるいける。よし、ちょっとね、見せられませんけども、今ね、アップロード中です。いけてます。よし、ということでね、アップロード完了しました。で、なんかね、処理に時間かかってるんで、もうね、このまま放置して、あとはね、公開されるのを待とうと思うんですけども、とりあえずね、金沢カレーを食べてないんですよね。で、僕はね、カレーのチャンピオンさんに行きたいんですけども、なんかね、9時までしか空いてないらしくて、今もうね、8時を回っちゃったんで、ね、今からね、カレーのチャンピオンさんの方にね、行って、晩ご飯にカレーをね、いただきたいと思います。はい。ということで、移動しましょう。遅くなっちゃいました。よいしょ。はい。ということで、カレーのチャンピオンさんですね。金沢カレーといえば、岡山県民からしたら、
ゴーゴーカレーの方が有名で、ゴーゴーカレーはね岡山にも店舗あるんですけども、僕食べたことなくて、行こうと思ったらねゴーゴーカレーは岡山で行けるんで、今回はね初金沢カレーをねカレーのチャンピオンさんでねいただきたいというふうに思います。はい、カツ肉 L サイズとかいろいろあるんだ。お願いします。ありがとうございます。少々お待ちください。おー、すごいのが来ました。めちゃくちゃ美味しそうです。おー、すごくね美味しそうですね。じゃあね、人生初の金沢カレーゆっくり、ね、いただきたいと思います。いただきます。美味しい。カツサクサクでね、カレーもすごいどっしりしてて美味しいです。でもスプーンじゃなくてフォークで食べるんですね。へー、美味しい。ちなみにね、金沢カレーはカレーでねご飯を見えなくするのが特徴らしいです。はい、ということで完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。よし、じゃあね、行きましょう。お疲れ様でした。はい、あのねチャンピオンカレー美味しかった。あー、すごいなんだろう、また食べたい味ですね。素晴らしい。はい、ということでね、そろそろね今回の、宿泊場所の方に移動しようと思うんですけども、正直なところね、快活クラブとかスーパーセントとかね利用させてもらおうかなと思ったんですけども、せっかくね石川最後の夜をそういったところで過ごすのはねちょっともったいないなと感じましたんで、今回はね最後に僕らしく無料でトイレの使える場所の方でね車中泊をさせていただきたいなというふうに思います。はい、でとりあえずトイレのある場所を探してみたら、こちらですね、片野海水浴場っていうところに公衆トイレのある駐車場がありましたんで、今からねこちらの方に移動させてもらいたいと思います。でちなみに現在地から 8.3 キロで13分で行けるそうです。よし、ということでね、今夜のお宿までラストラン頑張って移動します。ガソリンもね入れときましょう。ここ安いです。24リッターで3960円でした。じゃあね行きましょう。雨がね降ってき始めました。で今から行く場所はね海水浴場の駐車場なんですけども、雨が降ってたらね車出入りね全くなかったりするんで、雨が降るのはね逆にありがたかったりします。はい、よっしゃ。じゃあね水平チェックしましょう。ふんふん、ほうほう、右前に1段でいいかな、右前というかね左前ですねに1段落ちました。よいしょ、でこれで行ってみましょう。せーの、よしよし、おお、大体よしにしましょう。じゃあねちょっと休みの準備しましょう。よいしょ、今夜はねちょっと前にお客さんがいるんで少しねきっちりめにしておきましょう。よし、ということでね、ちょっと雑ですけども、車内準備できました。今回はこんな感じですね。窓の換気扇だけ回してます。エアコンはね、もう電池がないんで封印してます。で、車内の気温は28度ぐらいあるんですけども、エアコンでね、外部の風を入れてるんで、体感気温はだいぶ涼しいです。ただし、ベトベトして蒸し暑いです。はい。で、もうね、今晩は寝るだけなんで、視聴者さんからね、いただいたビールをね、飲んでゆっくりしたいと思います。いただきまーす。あー、たまらん、最高です。ちなみにね、現在地はこちらの加賀市の方なんですけども、こちらもね、石川県の一番南の海岸で、最後の最後までね、石川県で過ごしてるっていう格好です。はい、よし、じゃあね、ネットフリックス見ながらね、ゆっくり過ごしたいと思います。よし、ゆっくり過ごしたんでね、そろそろ休もうと思うんですけども、とりあえずね、家に帰るのは明日中で大丈夫なんで、明日こそはね、ちょっとリサイクルショップとかでもね、巡りながら家に帰りたいなというふうに思います。はい、ちなみにね現在の車内の気温28度ぐらいで、湿度もね 73% ぐらいって蒸し暑いんですけども、
扇風機のおかげでね、意外と涼しいです。はい、よし、じゃあね、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は8時22分で、車内の気温は33度くらいあります。あ、でも湿度が低いから何とか寝れたみたいですね。換気扇一晩中風をこっち向きに入れてたんですけども、すごくね快適に眠れました。だからね、外気導入はやっぱし正解ですね、これは。よし、あれよ、外はね曇ってて火は照ってなかったみたいなんですけども、車内はね激アツでした。いい海だな。よし、ということで、ね、今日はね最終日で、帰る日なんで、とりあえずね片付けをして車を動かせるようにね準備したいと思います。このね薄い銀マットはすごい効果があって、フロントガラスにねかなり密着していいんで、適切なねサイズのサンシェード車につけるのね本当におすすめです。これはかなり良かったです。というかね、車のねガラスの部分から熱が入ってくるんで、ぴったりね密着させるようなものがあったらね断熱がすごくいいんで、皆さんねその点のみ覚えててください。よし、ということで、ね、片付けも終わったんで、そろそろね綺麗に着こうかと思うんですけども、その前にね昨晩もうお風呂に入ってなくて、今朝もね暑くて結構ベトベトしてるんで、お風呂の方にね入りに行きたいというふうに思います。で、お風呂なんですけども、帰ってる道中に霞の里温泉さんかなっていうところがありまして、そちらがね、10時に開くんですけども、今9時半なんで、行ったらねちょうど営業開始時間になりますんで、今からねこちらの霞の里温泉さんの方にね行ってお風呂にね浸かりたいなというふうに思います。はい、じゃあね行きましょう。はい、ということで、ね、県境までやってきました。ここまでが石川県で、ここから先がね福井県です。あー、はい、石川県ありがとう、またいつか来ます。よいしょ、はい、到着です。どっちだろう。あー、こちらですね。よし、行きましょう。行ってきます。はい、お一人500円。よし、上がりました。気持ちよかったです。 OK。 はい、ということでね、めちゃくちゃ気持ちよかったです。中にはね洗い場がたくさんあって、洗い場のねシャワーをねどえらい勢いが良くてから、めちゃくちゃたくさんの人が同時に利用してたのにから、すごく洗いやすかったです。で、うちはねでかい浴槽が2つで、サウナがあって、冷感サウナって言ってね、エアコン室みたいなところもあって、あとね外もあってね、すごいどれも気持ちよかったです。最高のお風呂でした。よし、ということでね、岡山に向かって帰ろうかなというふうに思ったんですけども、朝ごはんを抜いてお腹空いてるんですよね。で、その辺でね何か適当に食べようかなと思ったんですけども、福井県ってお蕎麦とソースカツ丼が有名なんですよね。で、両方食べれるどっかいいところないかなと思って探しましたら、現在地がね福井県入ったばかりなんですけども、福井市を抜けた越前市の方に越前蕎麦の里っていう場所がありまして、で、そこに行ったらね越前そばとソースカツ丼が同時に食べれるね場所で、相当美味しそうであることが分かりましたんで、今からね福井県を南下して越前そばの里さんに移動して、こちらでねお昼ご飯いただきたいというふうに思います。はい、ちなみにルートはこんな感じで、もう一直線ですね。本当に約33キロで53分かかると思うので、着いたらちょうどお昼ですね。はい、よし、じゃあね行きましょう。ルフィがと思ったら違った。はい、よし、よし、こちらですね、到着です。はい、よし、ということで、ね、こちらがね越前そばの里さんですね。こちらはねお蕎麦も食べれたりとかする場所で、簡単に言ったらね観光土産とも買える場所ですね。よし、じゃあ行ってみましょう。あ、限定ランチなんかもある。ちょっとね、でもね、行ってね、ご飯いただきたいと思います。行きましょう。あのね、すごい行列で並んでます。これは困ったぞ。よし、ということで、並ぼうと思うんですけども、こちら、そば作りが見えるみたいですね。
すごい、工場見学しながら待てるようになってます。あのね、メニューを見ながらね待てるみたいです。どれも美味しそう。ね、福井セットにしようかと思ったんですけども、ランチセットっていうのはねすごい美味しそうなのがあったんで、そちらにしました。税込み1200円でした。そば茶、あ、美味しい。はい、大丈夫です、うん、よし、ということで、ね、すごいのがやってきました。今日のお昼のランチですね。おそばに天ぷらに、あとメカブトトロロの丼もんですね。よし、もうねお腹空いたので早速いただきましょう。いただきます。まずはお蕎麦から。コシがあってめちゃくちゃ美味しい。あのね、お蕎麦がすごく美味しいです。麺にねコシがあって、つゆもねすごく美味しいです。こちらね天ぷらいただきましょう。天ぷらサクサクで、メカブ丼、メカブ丼もね優しい味で美味しいです。よし、じゃあちょっとね、あとはねゆっくりいただきたいと思います。よし、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。よし、美味しかったです。でもね、お腹いっぱいになりました。バンバンです。量がね多かったです。で、ね、こちらでもねお土産もしっかり買えるんで、最後にねお土産買って、こちらをね離れたいと思います。はい、お願いします。よし、お土産もねゲットです。よし、よし、ということでね、しっかり観光もできて美味しいご飯も食べれたんで、そろそろね、岡山を目指して帰りたいと思います。はい、で岡山まではねこんな感じで330キロで約4時間8分かかるとのことで、5時半とか6時ぐらいになるんじゃないかと思うんですけども、ゆっくり安全運転でね岡山の方を目指して帰りたいというふうに思います。じゃあね、帰路に着きましょう。よし、行きましょう。よし、2時間がね経過して半分ぐらいまで来たんでね、サービスエリアで休憩します。おお。今しっかり休憩したらね、もう5時になってしまいました。帰ったらね7時ですね。よし、じゃあね家に帰りましょう。よし、あと残り100キロです。頑張りましょう。よし、家まであと50キロです。